どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、坂道のアピロンアピロン坂道のアピロンの、はい、こちら胸アツシーンランキングです。うん、まあ、多いですからね、はい、胸アツシーンはね、青春ですから。僕の第3位はですね、あの文化祭の後ですね、文化祭でね、なんかバンドやってたらね、仙太郎たちがなんか電気がね、来なくなっちゃったっつって、でそれをつなぐためにね、即興でカオルがね、ピアノ弾き出して、それに合わせてね、仙太郎もドラムやって、即興のジャズやって、その後にね、2人が抜け出して、坂道を駆け下りていくシーンですね。万歳しながら、これは青春ですね。なんで出てっちゃったんでしょうね。うん、なんか騒ぎになると思ったのかな。もうバンドはどうでもいいやと思ったところですよね。この後センタロは間を繋いでたはずなんですけどね。もう満足しちゃったってことでしょうね、センタロは。ここはね、まあ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 、確かに。まあだから、この坂道っていうのがね、そもそも長崎だからね。なんていうの、気が重い象徴だった坂道をね、こう2人で気持ちよく駆け下りていくっていうのがいいですね。はい、これは入るでしょう、みんな。私じゃあここですね、はい、もう最後の方ですね、あの薫がの東京行くって言って、で律子んち行って、律子んちの前でね、薫がね、君のこと好きになってよかったってね、まあ、語りかけたところね。あのね、律子が部屋から出てきてくれないんですけど、お父さんも聞いてるんですけどね。いいですよね、このお父さんの聞き方が、影に隠れてね、こうやって。これはね、薫がね、必死に訴えかけるんです。だから律子はね、出てきもしないんです。いや、まあ薫がひどいことしましたからね。薫ひどいことしたっけ、なんか。いや、その、まあ薫も自分守るためですけど、セン太郎がいなくなってよかったとか、そういうひどいこと言っちゃうから。ああ、まあ、君と二人きりなんてね、自分に言ってるだけだからね。で、手出そうとして、で、変なタイミングで俺東京行くからみたいなこと言って。いや、それ全部いいこと、そのまんま言っただけじゃん。優しさがなかったですから、その時は。急に言ってね、律子ね。なんで嫌なの。はい、じゃあ僕の第2位はこれですね。幸子の結婚式で、みんなでセッションしてるシーンですね。よかったですね、やっぱこれは。ちょっと純一さんもいてほしかったですけどね。純一さんいないんですよね。なんで純一さんは来れなかった。まあ身内じゃないからか。でもいてもいいよね。時計もいないですもんね。時計がいるわけないじゃん。時計は絶対いないよ。純一さんいないんだよな。ちょっと仕事忙しかったのかな、純一さんも。編集のね。純一さんだって自分のトランペット持ってきて店来てね、勝手にね、貸してくれって言うと、あんまいないですよ、あのパターンのやつ。確かに、ね、かっこいいですけどね、あれも。まあ、まあ、意味があるんでしょうね、これに純一さんがいないっていうのは。まあね、まあ、幸子もね、あ、幸子じゃねえや、律子もね、歌ってね、やっとみんなでやれてよかったですよ。じゃあ私はですね、はい、まあ、純一さんとゆりかですね、純一が東京行くときにゆりかがね、見送りに来てね、はい、そう、で、そのままお別れかと思ったら、純一がね、最後、ドア閉まる寸前にゆりかをこう、電車の中に入れちゃうシーンね。ちょっと恐怖の映像にも見えますけどね、ゆりかの脇に手だけこう出てきて、ね、いや、でもこれはいいんですよね、このパターンは。これはね、最高の離婚でもあったシーンなんですけどね。はい、まあまあまあ、これはやっぱりいいシーンですよね。僕はあの、ピアノの音を重ねて、この子を読みましたね、あのピアノの音。最高の離婚。最高の離婚。てん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 てまあ、まさに駆け落ちですよね。純一もだから他の男と結婚させられそうになってるっていうのを知って結局連れてこうと思ったわけですよね。そうですよね。お見合い抜け出してきて、産婦人科までね、行かされてましたから、ゆりかは。まあね、純一の家に入り浸ってるって聞いてからね、はい、まあ、当時はそうだったんでしょう、やっぱり。じゃあ僕の胸熱シーン第1位はこちらです。
まあ、仙太郎がね、まあ、義理とはいえね、父親から、お土産の万年筆を嬉しそうに握りしめるシーンですね。これは良かったですね。やっぱ不安だったんですけどね、自分が邪魔者なんじゃないかっていう家族の中で、この親父が万年筆あげるって風習何だったんでしょうね。やっぱなんか一人前の男として認めるみたいなのがあるんじゃ、なんとなくですけどね。仙太郎は別に万年筆もらっても喜ばないタイプかなって思ったんですけど、まあ親父からもらえたっていうのが良かったでしょうね。この後のシーンでね、これでドラム叩いたら面白かったんですよ。面白いけど親父からもらった万年筆どっちだろうなと思うんですけどね本当に好きだからやっちゃったのかなっていうね。まあね、この前の親父のね、子供が遠慮すんなみたいなのも良かったですよね。親父がひどいんだよね。ひどいやつなんだよね。まあね、ちょっと一時期はね、酒に溺れて暴力振るっちゃうようなね、お父さんでしたから、で出稼ぎで逃げてね、まあまあでも結果的にはいいお父さんだったんでね。じゃあ私はこれですね、先ほど伊藤さんが言ったね、その薫と仙太郎が、まあ文化祭のね、ところでセッションしたところですね、まあここはやっぱピークではありますよね。これちょっと映画見たいよね、って言ったら、音出してんのかな。出してる。いや音は出してんじゃない、そんな。え、ベック方式ってこと。ベック方式ベック出てない。ベックは音流してないんだよな、俺見てないから分かんないけど、ファン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 みたいな感じらしいよ、俺はもう、俺も見てないんだけど、やっぱちょっとどんな感じか見たいよね。まあね、あれこれカオルは誰がやってんだっけ。カオルはあの子、知念くん。ああそっか、知念ゆうきくんね、で中川大志くん。そうね、そのシーンだけどね、ちょっと見たかったですけど、まあ、確かにね、見れるかな。これ裏でね、聞くんですよね、裏で仙太郎がね、まあ、この前ね、松岡だっけ、あいつ松岡だっけ、松岡誠二、松岡がね、もう家族助けたいから頑張ってるっていうのをね、手伝ってるっていうのを聞くんですよね、幕の裏側でね、で俺がね、まあ、ピアノとドラムはね、電子機がなくてもそうね、いけるんでね、それで、まあ、それセッションする。ジャズの強みですもんね、やっぱりジャズやりたくなりましたね。本当に、はい、ジャズやるべ。ジャズやるべ。ジャズやるべってなんだっけ、何があるんだっけ。スイングガールズですね。スイングガールズか、はい、もう確か見たくはなりましたけどね、はい、はい、というわけでね、胸熱シーンはこのようになりました。さあ、それでは今日の一ネタご覧ください。どうぞ。ガサこそ、ガサこそ、ぷわちょっと、リツコちゃん、ゆりかさん、何やってんの、こんなゴミ箱に頭突っ込んで、こんな時間に。探し物です。うち大事なボロバーうっかり捨ててしもうて、おかしいな。ちょっとリツコちゃん、あんなものすぐに見つかるのに。リツコちゃん、ちょっと、あ、気にせんと言ってください。ゆりかさんみたいな綺麗な人がこんなゴミ溜めの近くにおったらいかんですよ。手伝うわ、この子預かって。え、あ、うわ、やめてください、汚れちゃう。あったわ。え、本当ですか。飲みかけの鬼殺しでしょ。絶対違うよ。どうもありがとうございました。